こんにちは、ウボシチャンネル、ウボシです。今回はね、関西の方からしげさん、ボンちゃん、伊藤さん3名が山口県の方に釣り遠征に来てもらえたので、その動画をご覧ください。では釣りに行ってみましょう。ご覧ください。今回はしげさんのゴムボートに乗せてもらいました。エンジンは高圧の 9.9 馬力、2人乗っても滑走します。様子見で、とりあえず基礎流し目、潮流れてないかもな。電源スイッチ150g なんで150? いつもやるのが水深100とかなんで、あ、ワンチャン45から50、5、60でいいですよね。うん、ないですライトのタックルが、うん、潮と風が真反対なんでしょうね。ゼロですから、ちょうど押し合って動いてないですよ。うん、ゼロキロ、うん、風は吹いてるのにね、こんだけ。まあインチクとかでもよう釣れるんで、ここら辺で。インチクは釣れますね、うん。なんか平場全盛期になったかしら。インチク安々ですよね。なるきた。ちっちゃいなんか来た。なんだこれ。こんにちは。ほら来た。エソ。朝一エソやったよ。か、まあどっか潮目ができたらそこ行ってみましょうか。流れんから。ゴムボかな。来た。当たりっぽい当たりがやっと来た。小さいね、でも初動だけだから多分根盛りですね。リースサイズですか。あらららら、カサゴくんだ。どう絡まってる。うい、お魚の反応がございません。ないね。小さい。か、同じ感じのやつかもしれないな。2、1。青畑さん、せーの。久々やな。ピッタ30センチ。これより大きいのを釣る。この時間に青物が釣れることってめったにないですよね。なことないですよ。ほんまに？うん。え、時間ってあるんですか？なんかお昼ぐらいの方が結構あーあるですね。なんかそういうスイッチがあるんですよね、うん、俺イメージした。そうな、10時ぐらいにもちょっと、おー来た、おー来た、これだ、うん、来た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 。イサキっぽい？イサキでもない。違いますか。おー、なんだろう。さーて何でしょう。マジで引かん。カサゴ？あれ？カサゴのあれじゃなかったですよね。魚探反応は。反応は違いましたね。ねえ、こいつじゃない。カサゴ2匹目ゲットです。なんか今日潮があんま動かない気がします。また来た。タイっぽいよ。なんかタイっぽい。3、2、1。おお、しかもレンコ。いや、いいレンコ。いいレンコ。レンコにしたらいいね。いただきます。33か。食べ頃サイズ。タイだね。タイタイです。ちっちゃいよ。ちっちゃいまでやね。よいしょ。チャリゴ。リリースしようかな。でもこの子じゃないから。でかくなって帰っておいで。じゃあね。えい。異常なしですか。全く。
キーもプーも言いませんし。言いませんか。やっと来た。さっきと一緒ぐらいだね。おお。でかそうやし。でかそうやし。え、マジで。マジか。タイですな。タイか。コンコンコンか。リード入った。オッケー。お。食べ頃。サイズ。ナーイス。はい。お、でかい。おー、ナイス。でかいでかい。40超えてんじゃない？出ますね。おー、ナイス。お、ちゃんと下ジグつけるんですね。はい。眠た。ちゃんとしゃくらないと思うか。CB101 で。取りかかったら僕があげます。今日なんかめっちゃ渋いっすよね。当たっても乗らんし、そもそも当たり少ないし。おー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 、マジでまた。何それ、マジでやる。またタイですね。同じぐらいか。うん、なんか鯛があれ、いやいや、鯛、あ、違うっすね、レンコですね。ナイス。俺平正釣りに決めるんですか。あー、そうですよね。それっぽい気配ないですよね。でもちょっと平正っぽい、あ、青物が走ってるみたいな魚探の反応はあらへんし、ない。いいやつじゃないですか。いただきます。はい。やっと来た、小さいのに。何これ、横筋増えないってやつかいね。何これ、違うよね。え、何これ、でも赤いよね、ちょっと横筋って。これ、いや、ジグやね、ジグ、来たね。ナイス、来た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 。青っぽいね。いいね、いいね、いいね。あ、抜けた？抜けた。あ、マジで？あ、もうファイトした形跡があるよ、でも。しげさん、ジグでヒットしたんですが、大バラシです。大バラシは言い過ぎ、言い過ぎ。マジでしゃくってる。ね、でかいけど、でかいけど、でかいけど。痛い痛い。あ、久々糸寄りくん。ないですよね。あーあー、でかいタモが欲しいって言ったのに。タモが欲しいって言ったのに。飛んでた？多分この辺に置いといて走ったん。え、これフラグ立ったっすよ。でかいの来るっすね、これ。来るね。うん。どうやって上げるっていうのがあるっすよ、展開的に。
来た。それ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 、結構重いでしょ初動が。でかい。ナイス、でっかい。ビッグワンだよこれ。いいですね。ええ方やね。この辺でもたまにナブラが開くんですよ。ベイトがよくおったでしょ。うん。うん、やったー、お土産ゲットだぜ。違う。え、サーブ。やっと来た。いやいや、でかいでかいでかい。うん、最初しか引かんけど、うん、もう重いですよ。重い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 。あざーす。おー、来た来た来た。やった、やっと来た。写真撮っていいですか。ちょっとは最後に大きいアコウが釣れてお土産もできました。狙いはヒラマサでしたが、今回はベイト反応も少なく平場も当たりが少ない中、意外と釣れたので楽しかったです。しげさん、もんちゃん、伊藤さん、京都からまた遠征来てください。釣り楽しいね。ウボスでした。また次回の動画でお会いしましょう。この動画のグッドボタン、チャンネル登録をして次回動画をお楽しみください。持ってき